Hey guys, this is the Karate Ninja here, and today we're going to be playing some more One Piece, Fire Warriors. This is episode 15, War of the Best, so let's get to it. 諸君らに話しておくことがある。ポートガス DS。この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は、白ひげだ。違う。違うね。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々は目を皿にして必死に探したのだ。ある島にあの男の子供がいるかもしれない。サイファーポールのかすかな情報とその可能性だけを頼りに、生まれたての子供、生まれてくる子供、そして母親たちをくまなく調べたが見つからない。それもそのはず、お前の出生には母親が命を懸けた母の意地とも言えるトリックがあったのだ。それは我々の目を、いや世界の目を欺いた。サウスブルーにバテリラという島がある。母親の名はポートガス・ディ・ルージュ。女は我々の頭にある常識をはるかに超えて、こう思う一心で実に20ヶ月もの間子を腹に宿していたのだ。そしてお前を産むと同時に力尽き果て、その場で命を落とした。父親の死から1年と3ヶ月を経て、世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。2年前か、お前が母親の名を名乗り、スペード海賊団の船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。インペルダウンに捕らえられていたクロコダイルとジ、まさか湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ、うららららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。親父！勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。
最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。アイスエイジ、青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前、海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ！クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。足引っ張るなよ、放ったれ。ガープ、あたき様の家族だぞ。こんなに早くまた会えるとはね。ルフィ、分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままに海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。やってみせろ。エース、今行くぞ。じゃあ処刑台には近寄らせんぞ。ルーキー一人に何をしている。この男もまた未来の有害因子。占いとはエースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もう隠しにもない。ゴムゴムの。ルフィはすでにそんなレッテルをものともせん無法者。己やめぬか。わらわの愛しき人に手出しはさせぬ。行こう、ハンコック。手伝いにしてくれたのか。ハンコックと呼んでくれ。ファラデー、何としても食い止めろ。ウーゼン、ファラメ、行くぞ。ゴムゴムの。
よくもわらわの愛しき人に。もらったもの。
どうする？ゴムゴムのほぼ順調。これより速やかにフォートガス・ディ・エースの処刑を執行する。エース、
しねえと、あいつらもうエースを処刑する気なんだ。ルフィ君はあのマスト、あとはわしを信じてほしい。わかった。あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いねえ、この若さ。エース返してもらうぞ。ゴムゴムのスタンプカトリガー、ギアセカンド。遅いね。お前のじいさんは恩人だが、仕方ねえよな。しかしまあ、よくもこんなところまで来たもんだ。お前たちにエースは殺させねえ。まあ、あれだ、せっかく来たんだし、相手してやらないのは野暮だ。ああ、疲れた。間違いなルーキーと思えば、こりゃなんとも。そのしぶとさは、じいさん譲りってわけか。仕方ねえ。じいちゃんは関係ねえ。俺は俺で、お前を倒してエースを助ける。あららら、本気で勝つ人はねえ。そりゃまた面倒だ。仕方ねえな。諸行の数々は知っていた。いずれ消さなきゃならんとは思っていたが、まさか仕方ねえな、こうも短期間に成長するとは。お前ここで死んでおけ。死んでも俺はしかエースを取り返す。ナイスエイジ。やめとけ。ペザントバック。しかたねえ。ナイスバック。アバランチ。ゴムゴムのストーム。
度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。エース。それ見たことか。だから言わんとふっちゃなしべる。息はあんの麦わらボーイ。イワちゃん、離せおっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。Well guys, this concludes the video. Comment, rate, subscribe, and tell me what you think about it. Alright, peace out.